ライブコミックス。背景、天国のお母さん。葵は今日も元気はつらつで働いています。だからこの部屋数で全部埋まるわけねえだろ。こっちは何箇所も回ってきてやったのに、なんとかしろよ。去年一流リゾートホテルに転職しました。おかげで給料も上がってウキウキですが、片っ端から夜逃げした父の借金返済1000万に消えていってます。って聞いてんのかよ、この鉄カメ女。お前絶対男いたことないだろう。お客様も様々で大変だけど、私は決してくじけません。おっしゃる通り男性経験はありませんが、これ以上は他のお客様のご迷惑に。マジ？そこ真面目に返すとか受ける。やめなって。俺がもらってあげようか、お姉さんの初めて。お手。噛みついてキス。彼氏とか結婚とか処女とか、今そんなことはどうでもいい。今は真っ当にお金を稼ぐことが大事だ。お、処女のお姉さん、やっほー。銀髪、いらっしゃいませ。前と違う子連れてるな、チャラい。こちらにお名前とご住所の記入を。ああ、いいいい。俺は雪村四季、ここの息子。つまりこのホテルも俺んちのだから、いつも通り最上階開けて5013号室ね。そのご要望にはお答えできません。は？その部屋は本日すでにご予約が。ちょっと島さん、いいから。四季君はいいから。でしたら川端さんがお手続きを。え？私はこういったズルをしたくないので。ちょ、あ、シマさん。今の何？え？ああ、か、彼女はその、ここではまだ日が浅くてですね、その少々潔癖すぎるところがあって。ああ、シキ、行こうよ。うぜ。あれが噂のドラ息子、完全に社会を舐め腐っていたな。はあ？いかにも首とか言ってきそうだけど、私はここにしがみついてやる。給料のため。1回だけだから、絶対倍にして返すから、許して。青、たったの1回が、ほんの少しの甘えが落ちるきっかけになるということは、もう痛いほど知ってる。志麻さん、ドリンクサービスのことでクレームが。ん？5013号室の方で、あの、志麻さんを呼んでて。早速来たな。聞いたよ、借金のこと。マジ1000万とかやばくね？そんな犬にボーナスチャンスくれてやるよ。まずは犬らしくお手とお座りな。さっきの態度、土下座して謝れば10万やる。全裸で俺を満足させたらさらに上乗せ、楽でいいだろ。これ欲しかったらとっととやれよ。ああ、お手が先でしたっけ。やんぞクソ女、いくら犬でも俺が誰だかわかんだろ。あ？ええ、雪村四季、19歳、大学1年。ただのクソガキですよね。あなたの肩書きなんてどうでもいい。こんなものもいらないし、私はあなたと違って
置かれた環境を理由に自分を投げ出すようなことはしない。このイキリ小僧が。小僧な、どいてください。でも受付で助けてくださった時の優しいあなたは今よりずっと素敵でしたよ。その説はありがとうございました。もういい、出てけ。やってしまった。今すぐ首回避の作戦を立てなくては。だよあいつ。でさ、次々最新のソフト持ってくんの。あれな、貴族の自慢タイム。うぜえよな、さも得意げな坊ちゃんが。金持ちは人生イージーでいいよな。違う、楽しそうに遊んでたからもっと喜んでくれたらいいって。やべえ、これおもろいわ。ありがとう、シキ。勉強も空手も一番になって買ってもらった。好き勝手に、いつもいつも。どうせ俺が何やったって誰も。雪村四季、ただのクソガキですよね。肩書きなんてどうでもいい。優しいあなたは今よりずっと素敵でしたよ。誰もそんなこと。置かれた環境を理由に自分を投げ出すようなことはしない。ゴミ出し終わり。ん？え？何これ高そうな。あっ、お情けにこれでもくれてやる的な。やはり汚な首切り宣言。よし、迎え撃つ。シャツ破いて悪かった。え？そんだけだわ、クソが。あな、おい、今鼻で笑う。この子可愛いところもあるじゃない。私の方こそ大人げもなく手を挙げてしまって申し訳。あ？島葵26歳、借金1000万。もう痛いほど知っている。一回でも、ほんの少しでも落ちていくのは些細なことがきっかけだ。葵ちゃん、ここにいたんだ。お金もだけどさ、俺が欲しいのは葵ちゃんだよ。人の犬に慣れ慣れしく触んな。1000万だ。ああ、起きたか。辛いなら言えって言っただろ。1000万返し終わるまで利子分俺のそばにいろ。私のこと好きとかそんなことあるわけない。きっともう引き返せない。君のところに落ちていく。お手、噛みついて、キス。
ブックライブで好評配信中。チャンネル登録は命令。コメントもお待ちしてます。